マートフォンやタブレットなどインターネットの使い方には注意しましょう。熱中症にならないためにも睡眠時間を十分にとって朝、昼、夜の食事もしっかり食べてください。明日からみんなは夏休みです。8月8日、8日から8月23日までは夏休みです。遊ぶところ誰とお友達の名前、帰る時間を家の人にしっかりとお話ししてから出かけましょう。まだまだ明るいんだけど、4時30分には家に帰ります。道路で事故に遭わないようにしたい。夏休みの宿題で引き算を頑張りたいです。交通事故に遭わないように気をつけよう。